すぐ結果がわかる。あ、タークスが見てる。あ、さっきの。絶対エアリスってバレるじゃん、これ。え、こんな着信音にしてんの？はい、大丈夫です。監視には気づかれていません。ヤスルと話をする。お前はクロマントの方へ。ああ、じゃあもう社長賞絶対取れるやつじゃん。髪綺麗だな。休みは終わりだ。クロマントの追跡を再開する。休暇が終わってしまった。じゃあイリーナとか招集されたのか。さて諸君、ルーハウス新社長就任祝賀パレード、ご苦労であった。うん。皆の情熱と忠誠心を目の当たりにして、新社長も大変喜ばれている。それではこれより表彰式を執り行う。まずは総合部門より、最優秀パフォーマンス賞。最優秀パフォーマンス賞。最優秀パフォーマンス賞は、おう、あ、ローチェが、ハイウェイバイク警備隊。サイン書いてる、サイン。狙いは社長賞だ。時間前。これ完璧だと、これも取れんのか？最優秀パフォーマンス賞。ああ、出た出た、社長賞。それでは若、どうぞ。それでは、これは、はい、こちらですね、パレードのミニゲームで支持率みたいなスコア10万点以上取ったらこれが見れるということで、ちょっとね、あのあとやり直して、ここのシーンをもう一度流しております。ミッドガル第7歩兵連隊。はい、というわけでこんな感じでね、私たちのチームがあのパフォーマンス賞も取れたということで、私ちょっと惜しかったんだね。1回目ね。でこっちだとね、多分ね、ティファとエアリスの好感度が今パフォーマンス賞を取った時点で上がったんで、こっちの方がね、多分ね、上がってんじゃないかなって思うんで、あの動画ではね、最初にやったデータをそのままプレイしてるんだけど、ちょっと裏で、ちょっと動画で進めたとこまで、こっちのやり直した方のデータ進めていこうと思います。なので、ティファとエアリスの、好感度ちょっと変わってるかもしれないんですけど、そこはちょっとご了承ください。はい。でね、この後は、普通に最初のデータと同じ流れが流れるので、ちょっと本編に戻りましょう。私の父であるプレジデントはただの兵器開発会社でしかなかった信頼を世界一の企業へと発展させ、皆に魔鋼という名の富をもたらした。そんな
偉大な地位、まずは感謝の意を表したい。そんなキャラだったっけ、ルーファウス。敬礼してるみんな。この中継を見ている者の中には、新たな社長が私のような若造で不安に感じている者もいるだろう。しかし私は断言する、シンラカンパニーは永遠であると。なんか初代の時もこの演説あった気がするけど、やっぱ全然違うな、演出が変わると。古い殻を脱ぎ捨て、感動的。進まなければならないのは、今日がその第一歩となる。私が道を示そう。恐れずについてきてほしい。皆が約束の地にたどり着ける。約束の地、高潔で揺るぎない精神を持って責任を全うすることを。心臓を捧げようじゃん。さあ諸君、新たな世界を一緒に作ろうではないか。素晴らしい。それでは社長賞を発表する。社長賞はミッドガル第7歩兵連隊。来た来た来た。でもこれ、おティファーとエアリスの好感度が上がったぞ。タッタラー、おあのサーベルで。これ社長賞取れない場合もあるのかな。それではタイを代表し、そこの3名上がりたまえ。3名どうした。3名というところに引っかかりを感じる。貴殿たちの力強いパフォーマンスをたたえ、ミッドガル第七歩兵連隊に社長賞を授与する。おめでとう。ありがとう。ルーファウス社長が隊員たちに耳合いの言葉をかけています。対する隊員たちはクラウドなりきってたからな。この者たちと直接話をしたい。放送を止めてくれ。はい、さっさと動かんか。駆け巡っているのかもしれません。放送止まった。どうなってんだ。すまねえ、ちょっと通してくれ。待て、見ろ。あ、ユフィ。おいおい、何する気だ。本当に何する気だ。せっかくの晴れ舞台だ。メットを取ったらどうだ。クラウドストライフ。やっぱりバレてる。まあ、こんだけ至近距離いたらわかるよね。さすが慣れたものだ。あれ、ペタンコになってない、髪が。下がれ。しかし若、うん、クラウドストライフ、少々調べさせてもらった。なかなか興味深い経歴だ。気に入ったよ。そこでだ、私と取引をしないか。私はミッドガルの復興に集中しなければならない。
市民の生活が元に戻らなければ神羅は大いに信頼を失うことだろう。その事業に集中するために面倒な雑事を切り離したいと考えている。どういうことだ。うん。親父の代から引き継いだ負の遺産、本社ビルから奪われた古代種の奪回、奪われた研究素材の回収、そしてアバランチの逮捕と処罰、それらすべて私にとっては雑事だ。できることなら解放されたい。もう私たちを追わない。その代わりジェノバを回収しろってこと。ああ、もっとも市民感情までは操作できない。しばらくミッドガルには近づくな。私ももういらない。神羅は変わる。取引だと言ったな。条件は？セフィロスを任せる。ああ、やっぱり。古き神羅が生み出したモンスター、過去の遺物。まあその方がいいよね。処分したいところだが、神羅的には。社内の調整が面倒だ。受けてもらえるかな。勝手に追ってって瀕死のところをセフィロスとどめさせた方が。引き受けよう。うん。手がかりはあるのか。クロマントの連中を。いい線だ。あの人たちは何なの？あれはセフィロスの、言ってみれば分身。追えばセフィロス本人にたどり着く。北条博士の仮説だ。ああ、とりあえず一時休戦的な感じか。ここでユフィ？ここでユフィ。ルーファウス暗殺作戦だと？暗殺ポイント。インターグレートやったの思い出すな。登れるね、こっから。これは？どこに？こっちか。さすが忍者。あ、なんかバレットの声がする。バレットとレッドサーティーンがなんか言ってるな。このモーグリ衣装は目立つよね。お、暗殺ポイント。暗殺できるのか、ユフィ。今話してんのかな、取引がどうのこうの。お、あそこだ。バレた。おいおい、今はまずいぞ。あれじゃん。うわー、インターグレート思い出す。打つからね。まあそうだよね、仇だよな。え、暗殺ターゲットルーファーズでかなり距離が離れてる。狙い、精神統一をして集中力を高めよう。左スティックでターゲットを中央に合わせ、リングが中央へ収束したタイミングで罰をして精神を集中させる。なるほど。よーし、そんなミニゲーム。取引は成立だな。約束だよ。どういうこと？会社中に伝える。北条博士にもタークスにも。ああ、もう少し、もちろんだ。よく狙って。なんとなく分かったような。来た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 。もう一息。おお、いけたか。やめろ。これ失敗した方が良かったんじゃん。うわかー。うわー、ハイデッカー。浅い傷。おい、ケイミヘ。バレた。これがお前たちの答えか。
いや、これは舐めるなよ、ドライヌども。怒らせちゃったよ、ルーファウスを。襲撃者を見つけ出せ。襲撃者を捕まえろ。うわ、ローチェも動き出したよ。今のユフィだよね。多分。どうしよう。ここから離れよう。うわ、なんか大変なことになっちゃった。ルーファースの野郎は逃げた。せっかくコンビニ行けそうだったのに。たった今クロマントを見た。港へ行くらしい。港？俺たちも行こう。うん。警備がやばいぜ。強化された。なんだって。変装でしばらくは行けるだろう。あんたたちは先に行ってくれ。俺は残って第七歩兵連隊を港から引き離す。一人で大丈夫？ああ、一人の方がやりやすい。隊長！本当に？港で会おう。隊員たち。あ。隊長、ご指示を。いい隊員だな。襲撃者はすでにアルジュノンに移動したらしい。俺はこの情報の伝令に回るから、お前たちは先行して捜索を始めてくれ。お言葉ですが隊長。襲撃者とその仲間は我々に紛れ込むため遅くにも変装しているという情報があります。なんだって。お一人では危険ですから我々もお供します。ミッドガル第7歩兵連隊は一心同体です。すごい、チーム力が強まっている。襲ってくるものがあればたとえ同じ兵装でも敵とみなして戦うしかありません。なんだって。ああ、そうだ、それは都合がいいな。仲間だけだ。あ、その腕章すごい罪悪感感じてるじゃん。港へ降りるリフトまで伝令をして回ったらアルジュノンに移動して襲撃者の捜索に合流する。ついてこい。イエスサー、イエスサー、行くぞみんな。ミッドガル第7歩兵部隊の精鋭5名の力を借りて港まで脱出しよう。味方の兵士たちも攻撃を受けるとヒットポイントが減る。残りヒットポイントに注意してできるだけ多くの兵士を生存させよう。これあれかな、なんか回復とか使えんのかな。あ、ベンチがある。パーティーメンバー限定された。そして自販機があるぞ。あ、宝箱もあるじゃん。宝箱取ってルーンブレイド？バイ。はい。まだ全体化の回復が使えないからな。アイテム買っといた方がいいかな。ハイポーションとかしかない。ハイポーションちょっと買っとくか。いや、作れるんじゃないか。クラフト。よし、行くか。みんな、なんかもう地球防衛軍のなんかモブみたいだな。モブというか、なんていうの。あ、待って待って。ディスオーダーね。なんかあったな、そんな。これで行こうか。ここは行き止まりだ。こっちか。足止めのつもりか。隊長を援護してくれ。隊長援護してくれ。ディスオーダー。ディスオーダー、熟練のボーナス。ディスオーダーを。うわ、
よし、ちょっと待って、アイテムでさ、1500メガポーションいつの間に私持ってた。仲間全員ミストポーション使ったかも。よし、みんな回復した。回復薬使えるのはありがたいな。回復薬使える、ミストポーションでなんとかやりくりしていこう。そんでこの時に普通のポーション持ってないのミストポーションかミストハイポーションしか持っていない。まあいいか、行こう。もっと奥へ行ってみ、いえさ、地球防衛軍だな、本当に地球防衛軍の気分だ。あ、ポーション、ポーション、ポーション使っとこ。よし、あ、なんかアイテムが、これなんだ、敵か、誰この人。社長が襲撃されたって本当なの。襲撃班はすでにアルジュノンに移動した。俺は伝令をして回っている。あ、伝令する人か。よかったらこれ使ってくれ。優しい、ありがとう。ミストハイポーションだ、助かる。まだ何も知らされていないよ。伝令を頼む。俺みたいにまだ何も知らされていない。なんかすごい BGM 大きい気がするんだよな。ちょっと待ってね。ないか。よし、行くぞお前たち。ここか、次の敵は。暗殺者の仲間、理想だ、いそうだ、強っ。何これ、理想だ、理想だ、強いな倒した。よし、ここで一回、毎回さミストポーション使っとこう。よし、みんな全回復したな。これ死んだボックスあるわ。こっちでいいのかな。まさか我が隊に誰かといませんよね。俺たちの目はごまかせないさ。そうそんなこと言って、襲撃者は自分だけどね。まあでもユフィか、正確に言えばユフィが襲撃者だ。あんなとこに強そうな奴らいるぞ。クラウドたちはね、社長と話をしようとしてただけだからな。ルーファオスか、うー、危ねえ、これや、いけー、これでまだだ、まだいける、バーストしそうだ、バーストした、バーストした。てか今思ったけど見破ってないじゃん。鎮圧で、これで全員見破ったことになってる。 OK、 全員見破ってるから、今だ、ヒート状態になった。そしてここでアイテムを1回使っておこう。OK、ドイツだ、あのやられそうなやつ、いけー、大丈夫か、あいついそうだ、
OK。 よし、でアイテムを、こいつめっちゃ食らってんな。お前か、頑張れよ。ハイポーションとポーション。あ、ここにも。間違えた。シルキーセイバーにして、このままディスオーダー使おう。ハイポーション、あ、こっちか。誰かいるな、そこ。仲間か、仲間っていうかアイテムくれるやつ。何か聞いてないか。襲撃班はすでにアルジュノンに移動した。俺はその伝令だ。ご苦労様、これ受け取ってくれ。お、ありがとう。ハイポーションありがてー。みんな混乱してる、気をつけろよ。みんな混乱してる、みんな混乱してる。 こっちは話しかけらんないの。こいつは話しかけらんない。